ちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、〇〇すぎる男性はモテないというお話をさせていただきたいと思います。女性がこう男性結婚相手とか恋人に求める条件っていうのは結構ね、真面目な人っていうの多いんですけれども、でもここがねすごく落とし穴で、真面目すぎる男性っていうのは実はモテないんですね。真面目はいいんだけど、真面目すぎてしまうと結局話をしていても楽しくないって思ってしまうんですよ。で、例えば普通にね、女性と会話をしている時になんかこう冗談みたいなね、冗談で話したことも、真面目すぎる人っていうのは冗談なのにそのまま本気でね、それって違うと思うとかって、それはそういうんじゃないじゃないかなっていう感じで真面目にこう反発をしたりとかする場合が多いんですね。でも女性からしてみると、あ、これ冗談で言ったんだけどみたいなことがあるので、真面目すぎてしまうと、ちょっとねモテない場合が多いんですね。じゃあどうしたらいいかっていうと、もうユーモアです。ユーモアで返す。女性がこう何か言った時にユーモアで返すことができるようになれば、あなたは真面目で面白くていい人っていう風になりますので、ユーモアっていうのをねキーワードで頭に入れといてください。滑らない話とか見るときっと、勉強になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではですね、メルマガから動画の方をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。 LINE コメント欄から LINE のお友達を募集してます。こちらね、毎日違うことをつぶやいてますので楽しみにしててください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。